プロメテ火の歌は1910年にアレクサンドル・スクラービンが公共曲第5番作品60として完成させた作品。スクラービンの最後の公共曲。タイトルは日本語の響きと意訳の習慣から炎、または炎の文字がよく好まれるが、正確には火の歌である。ハープとウルガンを伴う大編成のオーケストラと、 ボカリーズによる混声合唱及びピアノ独奏のために作曲されており、実質的には単一楽章によるピアノ競奏曲である。プロメテウス神話を描写するというよりも人類に展開から火を授けた英雄として音楽を通じてプロメテウスを崇め立て祭る作品である。スクラービンの神秘和音いわゆる スクラービン後期の作品の常として、無調で極めて不協和である。神秘和音を軸に作曲されているが、終始和音はスクラービン好みの、ええ、蝶々の手話音によっている。自由に変形したそなた形式によって構成されている。初演では、スクラービンのために開発され、様々な色彩とその組み合わせの照明を、鍵盤によって操作できる、色光ピアノが使われる予定であったが、 故障が起きて利用することができなかった。その後も演奏で、色光ピアノが使われたことは滅多にない。この色光ピアノパートは、楽譜の最上段に5線譜部で記載されており、現在でもミディ電子キーボードと照明装置を組み合わせることにより再現可能である。C は赤、G はオレンジ、D は黄 A は緑、E は空色、B は青、F は明るい青。 C は紫、A はライラック、E はフラッシュ、B はローズ、F は深い赤色と色が指定されている。アルゲリッチがアバド式のベルリンフィルハーモニー還元楽団と共演した収録では雰囲気と情緒を醸し出すためにプロジェクタによって舞台上に様々な色光を投影したが、これがスクラービンの意図を忠実に再現した演出と言えるかどうかは問題がある。 2006年2月には、ウラディ・ミリアシュケナージ式 NHK 交響楽団も同様の上演を行っている。題名のない音楽会の司会が羽田健太郎に変わった直後の2000年4月には曲の一部を省略したものの、ミディキーボード処理による複数の照明と連動して、式高ピアノを再現した演奏会が放送され、羽田自身がピアノを担当した。 照明は観客に向かって舞台正面に置かれていた。ナオコの時には全曲の最後の和音の際に照明がランダムで高速に点滅し、オーケストラの終止とともに全部の照明が真っ白に光るという大掛かりな演出があったが、これはスクラービンのオリジナルの楽譜には書かれていない。ピッコロ1、フルート3、オーボエ3、イングリッシュホルン1、クラリネット3、 バスクラリネット1、ファゴット3、コントラファゴット1、ホルン8、トランペット5、トロンボーン3、バスチューバ1、ティンパニ、トライアングル、シンバル、バスドラム、タムタム、カネ、グロッケンシュピール、ジェレスタ、ハープ2、オルガン、混性4部合唱、指揮コーピアノスクラービン本人はこの曲のリハーサルにおいて、神秘は音中の第11倍音は低めに演奏されるべきだと、 述べている。第11倍音は平均率上の増四度よりも約4分音低い。同様に第7倍音も平均率上の単7度より約6分音低く、オーケストラ上では音程の取り方をそのように配慮した方が自然倍音上で共鳴することによりよく響いて聞こえる。トリスタン・ミュラーユは2006年作曲の還元楽曲テール・オンブルにおいて 全曲の主要和音、出だしのメロディ、ピアノパートの一部の下でさなど多くの部分を、この、プロメテウスから引用している。演奏時間は、約20分。携帯の類似する作品になどがある。ありがとうございます。